はい、毎日囲碁チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、今回も、芝野さんの、対局を紹介したいと思います。はい、今回は、多分ですけどね、ちょっと間違ってたら、申し訳ないんですけど、多分ね、お相手は藤沢里菜さんだと思うんですよね。はい、で黒番が芝野さんということで、はい、その対局を見て行きたいと思います。はい、はい、最近ねこれ覗きを決めるか決めないかというね、決める人とね決めない人がいますね。はい、確かに後からだとねコスんで受けたり、覗きがね間に合わなかったりする可能性もあるので、微妙なとこですよね。はい、ここに詰めましたね。はい、それからここに、はい、これを利かしと見て、はい、詰めに回りました。はい、ここに行って入れてねくれるんだったらなんか利かしてる気もしますよね。黒も普通に、そうですね、この辺りはちょっと迷うところでね、こちらからもある気がしますね。例えばこういうような進行、こちらの図も考えられたと思うんですよね。こちら価値低いですからね。実戦はこちらでしたね。まあ、コスミつけてこういうつける調子がいいので、まあ白としてはしょうがない気がします。はい、はい、下がって冷静に打ちましたね。こう膨ら本当はこういう形を目指したいんですけど、まあこれは絶対こちらから来て、まあ、例えば下跳ねられててもちょっと、悔しいですね。白はあまり良くないと思います。なのでこうなりまして、はい、ここはね、こう押す形ではありません。また膨らんでこう受けることになってしまいますから、これはここね、単にこう進むっていうのが形になりますね。はい、はい、まあ黒はまあそうですね、囲ってるようですけど、まあこれはこれでしょうがないと。さすがにね、こういうとこは受けませんでしたね。こうやると、まあ、どんどんこういうの効かされてきますんで、なかなか、挨拶はしにくいと。押さえも、まあ、次、紙取りがね、先手になるのでね、熱いところですね。はい、黒は地で頑張った打ち方です、これは。こうやってね、地にね切り替えるタイミングがね、あれですよね、早いというかね。はい、そうですね、逃げ切りが早いというかね、地に切り替えて、確かに黒地より、白地よりね、黒地の方が大きそうですよね、もうね。
この辺りはちょっと何もさせてもらえない感じでがっちりと打たれてる印象ですね。はい、はい、ここで投了となりました。はい、そうですね。ちょっと白は何もできなかった感じでしょうかね。全然なんか捕まえることができなかったっていうような、はい、感じですね。島野さんの明るさがね光った、一曲だったかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。